皆さんこんにちは、マーティです。今回は、壁画制作をやっていこうと思います。桃の商品を出しているカフェなんですけど、桃の絵を描いていこうと思います。ちょっとこのサイズ手書きは初なのでどうなるかわからないんですけど、やっていこうと思います。早速、うまくいかないのが制作でして、プロジェクターを借りてこの壁に投影しようと思ったんですけど、まあ、壁が黒いっていうのもあるし、昼間の明るさということもあり、うまく午前中は投影できないということになりまして、文字の部分をマスキングして一出ししていこうと思います。スタート。これで下書きしています。じゃあプロジェクターは夜にして、まずはね、昼間できることからやっていこうと思います。フリーハンドやってみます。下書きこんな感じでいけそうです。ちょっとこの調子でフリーハンドで壁画進めていきます。今度ちょっと上の大きい文字やっていきます。 GO!文字の下書きが完成しました。久しぶりにダーマトグラフが役に立ちました。まあ芯が柔らかくて擦ると消えるっていうことで、下書きで大活躍してくれました。次はポスカで外形線を描いていこうと思います。でその後に内側をペンキで塗るっていう工程でやっていこうと思います。さて作業を進めていくんですけど、ポスカのインクの定着がかなり良くないので、もう筆で一発でまた外形を描いていっちゃおうと思います。もうペンキで直接、描いていこうと思います。一応今日の目標はちょっとね、曇りなんで雨が降る前にこの文字をもう完成させようと思います。では作業スタートです。1日目ここまでです。ちょっと雨降ってきたんで今日はこれで終わりです。皆さんおはようございます。2日目、梅雨の晴れ間です。本当にありがたいです。ありがとうございます。今日は、この下の文字を完成させるのと、あとこのメインの桃の
イラストを描くんですけど、下書きまで終わらせられればいいなと思ってます。スタート。壁画制作3日目になります。大事とあと下の高崎剣崎桃がもう少しのところで、昨日突然ね夕方雨が降っちゃってここまでで終わってるんですけど、今日はこの真ん中のね桃のメインのイラストの部分を下書きだけ進めようと思います。今日の作業スタートです。で下書きは完成です。あとはねちょっと天気の様子を見てペンキで仕上げていこうと思います。4日目、だいぶ進んできました。できればね今日完成させたいところでございます。ではスタート。文字が完成しました。引き続き桃を描いていきます。作業がほぼほぼ完成しまして、あとは、この空いてるところをスタッフの皆さんに塗ってもらって完成となります。では順番に塗っていただきます。お願いします。はい、ということで壁画完成しました。群馬県高崎市の桃農家さん直送桃カフェのジョイフルブランチーズさんのカフェの横に壁画ありますので、ぜひ皆さん見に来てシェアよろしくお願いします。今回は壁画の作業 Vlog だったんですが、いかがだったでしょうか。またデザイン関係の
仕事の動画なども、機会があればアップしていこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。